平野紫耀片付け、神宮寺ゆうた、ヴィンテージ。ジャニーズ退場で、オンライン講座、ある岸ゆうたは、世界に一つの隠し味の、料理講座こんにちは、皆さん。ジャニーズのファンやエンターテインメント業界の注目度が高まっている話題をお伝えします。今年5月22日、キングプリンスへのメンバーである平野紫耀さん、26歳。 とジンぐうじたさん、25歳、がグループとジャニーズ事務所を脱退しました。その後、7月にはジャニーズ副社長の滝沢秀明氏、41歳、が平野市洋産たちのエンターテインメント会社、とべ、に合流することが明らかになり、これには多くの人々が驚きました。そして、今度は岸ゆうさん、27歳、も、 ジャニーズ事務所を2023年9月30日に離れることが発表されました。岸さんも平野さんと神宮寺さんに合流する可能性が高いと言われていますが、一方で彼の今後の動向にも大いなる期待が寄せられています。戸べに合流した平野さんと神宮寺さんが今後どのような活動をするかは具体的にはまだ発表されていませんが、 ジャニーズではこれまでにない画期的なプロジェクトに期待が高まっています。特に SNS などを活用し、ファンとの距離を縮めるアクティビティが予想されています。人従事さんは以前、雑誌、パテイトウで行われたインタビューで、もしもオンライン講座を開くならという質問に対してヴィンテージ講座、バイクとかデニムとか男の趣味を 堪能したい人だけに、まず集まってもらう。興味がなかったら多分続かないと思うから。デニムなら、製造年の見分け方から細かく教えるよ、と答えています。一方、岸優太さんは、料理講座。短時間でいかに効率よく欲しいものを作るか。がテーマ。第1回のメニューは、遠流チャーハンで、世界に一つの隠し味を入れたりするよ。 その場の思いつきで笑い、と、独自のアイデアを持っています。ジャニーズ事務所に残る長瀬連さん、24歳、と高橋海人さん、24歳、も、同じインタビューで自身のオンライン講座について語りました。長瀬さんは、ゲーム講座を開いてみたい、と答え、教えられるものは、ゲームくらいかな。俺は銃を使って敵を倒すタイプのゲームが得意で、 オンラインでもよくやっているから、上手な打ち方を配信してみようかな笑い、とコメントしています。高橋さんはダンス講座、初心者編から丁寧にやっていくよ。昔、舞台とかで後輩に教えた経験もあるから、指導のクオリティにはそこそこ自信あり、配信頻度は週一。無理なく飽きさせないのが大事、と自信を持って語っています。 これらのコメントから、ジャニーズを卒業したメンバーたちは、オンライン講座を通じて、ファンと新たなコミュニケーションの場を作る可能性が高いことが伺えます。最後に、キングプリンスへの最後のグループショットが、今年の5月22日に公式インスタグラムにアップされました。ティアラ、ありがとうというハッシュタグと、共にファンへの感謝のメッセージが込められていました。 これからの彼らの新たな道に期待し、彼らの個性が光るオンライン講座が楽しみです。結論。ジャニーズからの卒業者たちが新たな舞台へ進む準備を進めています。平野志耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん、長瀬恋さん、高橋海人さん、それぞれが独自のオンライン講座を構想し、ファンとの新たなコミュニケーションの場を作ろうとしています。 これからの彼らの活動に注目が集まり、ファンたちは新たな興奮を楽しみにしています。ジャニーズの未来に期待しましょう。読者への挨拶、ジャニーズファンの皆さん、そしてエンターテインメント愛好者の皆さん、こんにちは。今回の記事では、ジャニーズから卒業したメンバーたちの新たなステージについてお伝えしました。 彼らの個性あふれるオンライン講座がどのように展開されるのか、今後の彼らの活動に期待が高まりますね。引き続き、彼らの最新情報に注目していきましょう。